皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、日経平均マイナス173で、マザーズもまあマイナ8ということで、まあ、1% 近い下げですね。まあ昨日も言った通り、週末、まあ、木金は最近、下がる傾向にあるのと、まあ月から水は結構上げたんで、そろそろ売りが出てもおかしくないかなっていうところもあります。で、昨日に引き続きですね、グローバルウェイはまた大きく下げました。 20% の下げで、高値付近からはですね、1万3000から、まあ5000以上下げてる感じですね。で、まあ今回に関しては日経平均も下げてるので、最近好調だったソフトバンクもですね、マイナスになっています。で、まあ、今回注目はまたアジア開発なんですが、あのチャート的なものというよりはですね、ツイッターで、まあ、時々ね、動画で紹介させていただいてるんですけど、あのウルフ村田さんっていうトレーダーの方が、まあ、ちょっとここが、ここというか、まあ、アジア開発ですね、がなんかまあ動くのかなというか、まあ、ここら辺のことを匂わしてる感じなので、そちらを見ていきたいと思います。で、最近で言うとですね、この東京機械が、爆上げする時とですね、高彩度も、1000円手前から、上がると言っていたんですが、まあ、どちらも当たってますし、2つともですね、大きく上げてるんですが、まあ、アジア開発に関してはですね、その爆上げって言ったりとか上がるって言ってるわけではないんですが、まあ、ちょっとそのツイッター上でね、言ってることが、まあ、プラスになってくれればいいなと思っています。で、まずはちょっと掲示板を見て、掲示板にアジア開発の、掲示板なんですが、株主名簿の基準日を今より先の9月14日にする理由はある。もう関連会社で 67% 保有しているから。9月に入った時点で支配権の取得って困ってるなら、8月末日でも8月16の株主名簿にもそこに記載の株主にアプローチするはずでしょうと。それがなくて、あえて9月14を指定したということは、東京機械が株主名簿を精査してびっくりさせたいとか面談と。ここにも出てきてますね、ウルフ銘柄になりつつあるなと。東京機械が釣りでこっちが本命だとしたら笑える。東大経済のエリートだな、ババアじゃないよ、美人と言っておきなさいと。まだこれも、東大卒のエリートトレーダーというね、ウルフ村田、これもまた写真が出てきてますけど、なんかウルフの意味深ツイートがめちゃくちゃ気になるんですが、ということで、まあこの掲示板上を見ただけでもですね、ウルフ村田さんの、またここにも書いてますけど、アジアなんとかファンドをどうするとか、7月20日に大量報告書がどうだらとかということで、ウルフさんのことがですね、ちょくちょく出てきてますが、まあ、まず最後にね、掲示板ではこんな感じということで、最後に、ツイッターで実際ウルフ村田さんの、ツイートを見て終わりにしたいと思います。村田さんのツイッターなんですが、面白さで2021年ナンバーワン相場になりますよということで、まあ、コメントに関しては、アジア開発キャピタルっていうコメントもありますし、まあ、他に関してはですね、まあ、期待しているというか、どうなるっていうことが書いてますけど、私が売れば連日ストップ安、これでテンバーガーができている。大量保有報告提出の日付が7月20日私の誕生日で気づけと。ここでまたさっきと同じ方ですね、アジア開発。東京機械を世界で一番知っているのは確実に私だけ。アジアなんとかファンド、まあ多分これアジア開発のまあファンドの方ですね。アジアなんとかファンドをどうするか俺と。アジアなんとかキャピキャピは買ってもいいのかな。
アジアは、20バーガーでお願いします。東京コントロールしながらアジア開発も買い集めてますねと。なんとかファンドと真っ向勝負ですかと。アジア開発の子会社ということですね。まあ、最後にですね、これですね、これがアジア開発キャピタル、アジアゲートホールディングスとかワンアジア証券、まあこので、東京機械製作所と古生堂とかですね、グローバルワーカーとか、まあこの資金の流れ、チャイナマネーだったりとか、今こう資金が動いているところの流れが載ってるんですが、まあここにですね、東京機械製作所も載ってますし、アジア開発も載っていると。で、まあここをですね、この写真というかね、この組織図みたいなものを、まあ、結構リツイートされてるんですけど、まあ、これを必ず保存しておいてくださいっていう言葉、ヒント出しすぎなので消しますっていうことですが、まあ、今回に関してはね、その名前を伏せてるっていうよりも結構ヒントじゃないですけど、出てるんじゃないかなと思います。まあ実際ね、東京機械も、3000まで行くとかですね、買いますって言って実際上がってるので、まあアジア開発がね、いくらになりますとかね、上がりますとは、まあ、直接的には当然言ってないですけど、まあこれを機にというかですね、まあ、そろそろ東京機械もかなり値も上がりましたし、そろそろアジア開発に資金が来てほしいなと思います。で、この動画の、まあ、上の部分にですね、ブログに飛べるリンクみたいなものをつけているので、もしよければですね、ブログの方も見に行っていただきたいと思います。で、今日はですね、動画、1本の更新になってしまいます。で、ブログも今日はちょっと更新できるかわかりませんが、今までのものとかですね、いろいろまとめてあるので、よかったら見ていってください。今回は以上になります。ありがとうございました。